婚姻届に判を押しただけですが、第7話、秋葉からのキスは離婚に向けての仕返しだと思われたり、もはや資格かというタイミングで現れた美晴そっくりのカナがすごいアプローチをかましてきたりと、百瀬の気持ちがどうなっていくのかドキドキでしたね。次回第8話は、秋葉からの百瀬さんが好きですという告白に、僕もですと答えた百瀬ですが、全視聴者が絶対勘違いしてると思った通り、秋葉の感情はラブではなくライクだと捉えてしまったようで、さすがこじらせ男子という感じですね。そんな百瀬に秋葉もついに我慢の限界が来てしまい、なんと家出を決行するということで、せっかく近づいたように感じた二人の関係は余計こじれていきそうで、どんな展開が待っているのか気になります。勢いで家出をした秋葉に新しいコンペの仕事が舞い込んできて、その審査員の中に以前ガツンと言われた丸園もいるみたいで、前回のリベンジをするべく秋葉は会社に泊まり込みで作業をするようですが、今度こそ仕事に集中して丸園といい関係を築けるのかも見ものですね。片や百瀬のところにはルームメイトと喧嘩したユイトが泊まり込みに来るみたいで、予告映像でのイケメン同士がトランプする様子が早くも話題となっていました。ユイトがいい加減気づけよと言っていて、百瀬は秋葉の本当の気持ちに気づくことができるのか、次回も見逃せません。秋葉のネクタイクイのキスも虚しく、国宝級の百瀬のこじらせっぷりが炸裂し、離婚に向けて不仲を演出していきましょうって、ここまで来たらもう笑えてきましたし、秋葉の不憫さが気の毒でしたよね。秋葉も秋葉で、嫌ならもっとちゃんと伝えないととやきもきしましたし、再来月には離婚してるかもしれないしとか、不仲を演出してって言われてるしとか、なんでそんな言いなりになってるのと、いざという時に弱気な秋葉に、負けずに頑張れと言いたくなりました。カナのアプローチは凄まじすぎて、あんなあざとい女性が実際いたら恐ろしすぎですよね。何か言うたびににやりとするカナの魔性の微笑みや、スマホを奪ったり引き止めるために手を怪我するなんてクレイジーでしたし、秋葉にはさらっと帰省先を探しててと言っていて、一瞬この人何言ってるんだろうと本気で戸惑ってしまいました。しかしそのやり方は勉強にもなったなぁと密かに感じてしまうほど巧妙で、試作品を持ってきたのに喫茶店に入っちゃって相手の家に呼ばれるようにするとか、ライブ配信前日だからどうしてもその日じゃないとダメだとお願いしたり、百瀬じゃなかったらコロリと落ちてしまったんじゃと思います。私のことが好きで見てるのかなと言ったかと思ったら、私が勘違いしてたら迷惑ですかと上目遣いで言ってきて、こんな風に言われたらちょっとは意識しそうですが、百瀬は女性の気持ちを察するアンテナが弱いので一安心でしたね。とんでもない敵が現れてヒヤヒヤしましたが、そのおかげで百瀬が秋葉と過ごしていた時間が楽しくて心地いいものだったんだなぁと気づいていく様子は、今までを知っているだけになんだか泣けてきましたよね。多分秋葉と結婚した直後だったり結婚する前だったら、カナの条件は百瀬に合っているからカナを選んだかもしれませんが、秋葉とぶつかり合いながらもお互いを知り一緒に過ごし、正反対な考え方だからこそ百瀬自身の気持ちも昔とは変わってきているんだなぁとひしひしと感じました。それに秋葉と歯磨きしたり大福食べたり乾杯したり
そんな時間がすごく楽しいんですって。百瀬がそんな風に思える人になっていることがもはや嬉しかったですよね。その気持ちは恋心かなとも思いますが、カナは美晴に似ていても関係ないって断言した時の表情からは、やっぱり俺のナンバーワンは美晴なんだ感が感じられて、まだ明葉と一緒にいて楽しいっていうのは初めての女友達だからって部分が強いのかなとも感じてしまいました。カナが帰省先を探している理由も言い方の癖が強かっただけで、自分のやれる仕事には期限があって限界があると感じていて、いつか終わる時のために結婚相手を探しているということはよくあると思うので、ギラギラトゲトゲせず、カナにぴったりの相手を見つけてほしいなと思いますね。そういう意味でカナにとっても、このタイミングでこの夫婦に出会えたことはプラスだっただろうなと感じます。前回かなりのマウント攻撃をしていたり、秋葉にキスしようとしていたユイトですが、めちゃくちゃ普通に秋葉とランチして相談に乗ったりしていて、この二人も不思議な関係だなぁと感じてしまいました。ユイトは時期を待っているのか、それともユイト自身が秋葉に対して本気にならないようにしているのか謎ですよね。あれだけの自信家なので、時期を待ってじわじわ距離を縮めているように感じますが、秋葉は百瀬のことを好きになっているから、本当はユイトもかなり秋葉のこと好きになっているけど、彼女に幸せになってほしくて応援することで自分の気持ちを抑えようとしてるとかだったら、切なさ大爆発ですね。それが秋葉には茶化した言い方をしてるけど、百瀬にはマジで伝えてるってところににじみ出ているように感じて、ユイトもいつかちゃんと自分の本当の気持ちを秋葉に伝える日が来るといいなぁと思います。それにしても最後、百瀬が言った僕は秋葉さんじゃないとダメなんだからの秋葉さんと暮らしていきたいは、完全にプロポーズですからと叫びたくなる衝動を抑えられませんでしたね。これが普通の男性だったら、自分のことを好きになってくれたんだと思いますが、何しろ相手はあの百瀬ですから、絶対恋心とかじゃなく、ただ素直に真実を述べているだけだよねと頭を抱えたくなる気持ちもありました。だから百瀬が秋葉からの告白に答えた時も、秋葉目を覚ましてと画面の前でジタバタしてしまいましたよね。百瀬の秋葉への感情は未だにグレーな感じはしますし、美晴への気持ちがそのまま秋葉に向くことはないと思いますが、自分たちなりの夫婦を築くように、百瀬も自分なりの秋葉への感情で秋葉の恋心に応えてあげてほしいなぁと思いますし、そもそも早く気づいてあげてと切に願います。次回からはドラマオリジナルのストーリーになるということで、まだまだ問題は起こりそうですが、ラストに向けてさらに盛り上がっていくであろう今後が楽しみですね。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。